あごめんなさい切ります。こんばんは、ルーリーのお部屋、著者の本棚です。今日も1時間少しよろしくお願いいたします。まずこの番組ルーリーのお部屋、著者の本棚を、なぜ始めたかというと、本を書いている時に著者の人がどんな本を読んでるのかなという思いからこの番組を始めました。ということでこの番組を始めています。私の名前は沖本ルリ子と申します。普段は5分会議というものを活用して人と組織を育てるっていうことをしています。あ、ちょっとだけ言いましたね。ゲストがちょっと微妙なところですね。楽しいですね。ということでね、こういう会議の本をメインにでもないんですけどね、会議の本を2冊出しております。で、今はコミュニケーション関係の本っていう形でこういうのも出しています。あとですね、あ、本を出そうと思ったらゲストの顔が見えてしまうので今は出せません。で、実は新刊もね、出るんですね。また会議の本です。こちら。12月14日発売予定の生産性アップ、短時間で成果が上がるミーティングと会議ということで、聞こえてるのかなこれ。なんかね、ちょっと不安になってきた。ちょっと待ってくださいね。あ、入ってます、入ってます。はい。実はですね、この画像、本の表紙、本当はね、公開したかったんですけど、明日確定するんですよ。それで、今はまだ私が描いたお絵描きです。でも実はもう名刺にはすりましてですね、土曜日にほぼ大丈夫だろうという画像をいただきました。で、名刺以外には使わないでくれって言われてしまったので今表に出せません。で、名刺もまだどなたにもまだ配ってないんですよ。だからさっき名刺交換したのはまだ新品ではないやつです。ということで画像が出せなくてクーみたいな感じですね。今日もしかしたらっていうのもあったんですけどね。というこんな私、会議の本が3冊目ということで、コミュニケーションの本は2冊出しております。ではまず最初にこの番組何部構成か、実はね3部構成なんです、本当はね。で、録画しているものをご覧になっている、つまり YouTube でご覧になっている方は2部しか見れてません。で、生放送の方だけ3部構成でおまけ編ということで楽しんでいただいています。で、一部は、まあ、私大体5分以内ぐらいで終わらせるというね、短い部です。で、2部がもうね著者との対談になっています。3部はおまけ編なので、何が、ね、出てくるか分かりません。では一部、何かね皆さんのお役に立つ内容という考えで、一言ぐらいね何かないかなと思っていつも直前に考えてるんですが、今は土壇場で考えています。ではですね、ちょっと会議についてお話しするとするならば、よく聞かれる質問、会議中にパソコンを持ち込んでいいのかどうか。基本ブーですね、ダメ。会議でメモを取らないっていうことを勧めています。もうこの時点で効果的な会議にはなりません。ただし、何かね、こう資料として見せる、映像として見せる、そういうことがある場合のみは、パソコンを使ってもいいです。記録するという考えでパソコンの持ち込みはまず絶対ダメですね。ただ、効果的な会議にしないでいいんだったらもちろんいいです。効果的な会議にしたいんであれば、パソコンの持ち込みはノーと考えていただけるといいです。詳しくは新刊に書いています。どういうことでしょうか。あとセミナーにお越しいただけると嬉しいです。ではここでそろそろゲストのご登場ということで、今日はですね、こちらじゃーん、第87回というゲストですね。いや、もう87回も続いているっていうのにちょっと私自身がびっくり。今日は統計心理分析のアイカラーカウンセラーということで、コウム先生にお越しいただきました。では、顔出しこちらですかね。ご登場。パチ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 。ということで、はじめまして。よろしくお願いします。
はい。あ、コメントちょっと見させてください。はい、米谷さんからですね。沖本瑠璃子先生、映像音声来てます。来てます。よかったです。ありがとうございます。ね、音声と映像なかったらもう最悪ですよね。せめてどっちかみたいな ね。まあ、あの、口パクよりも音声が入ってる方がまだいいのかな。うん、ラジオだと思いますからね。あと、画像だけだったら、口で読んでみたいな感じになりますもんね。そうね。学んでいただきましょう、独身術。独身の独身術みたいなのがいいですよね。はい。あの、いつも米谷さんには、ね、こうやってコメント書いていただき、はい、しかもですね、番組が始まるっていう、シェアを結構してくださるんですよね、はい、ありがとうございます。助かります。リンクも結構いろいろ貼ってくださるんですよ、素晴らしい、うん、嬉しいですよね。ありがとうございます。ということで、はい、まず今日のゲストということで、私も初めまして、さっき会ったばっかりなんです、はい、誰この人って勝手に思ってますということでね、自己紹介を勝手にしていただきたいんですね、はい、では自己紹介お願いしてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。アイカラーカウンセラーの河野真子と申します、うん、はい、アイカラーというので、あのカラーとついてるんで、ちょっとカラーコーディネーターとかと間違われがちなんですが、あの統計心理分析の、はい、人タイプ別に分けるのに、うん、あの色でイメージする色、うん、意味があるんですけどね、うん、色で分けた方があの話として分かりやすいということで、アイデンティティカラーの略なんですけれども、その愛なんですね。はい、で、あの人をタイプ別に、まあ、生まれ持って人ってもう価値観とかこだわりってあるんだよっていう、うん、はい、ことを元に考えて、うんうん、じゃあそれに基づいて、人と接した方がコミュニケーションうまくいくよというところを、はい、あの提案させていただいております。私は特に親子関係と、あと大好きなスポーツ観戦が大好きなので。あ、そうなんですか、はい、スポーツ指導者と選手のコミュニケーションをもっと円滑にしたいなというところでお仕事させていただいております。よろしくお願いします。はい、じゃあ初めてですね、その、はい、確かに色っていうのでいろんな心理学的なものがあって、はい、この人がこういう色が好きな時にはこういう今状態だとかって見ますけど、はい、それが分析するタイプ分けっていうのはなかなかいませんよね。そうですね、うん、これ自分で開発されたものですか。いい、違います。あ、そうなんですか。元はあるんです。はい、元は1980年ぐらいに、うん、あの作った方がいらっしゃるんですけれども、うん、元は企業向けなんですよ。あー、マーケティング向け、営業の効率化向けなところがあって、はい、うん、やっぱりこう営業していると、うん、なんかお客様と馬が合う時とありますね。 なんか知っていてもこう噛み合わない時ってありますよね、うん、はい、それが最初からこう分かればもっと効率的に営業ができるんではないかという過程のもと、いろいろな個人情報を含めデータを分、解析して、まあ、ビッグデータの活用なんですけれども、うん、それを分析した結果マッチングできたと。はー、なんであの開発当初は本当にマッチングで作ってたんですね、うん、使い方としては、まあ、ここがマッチングするからここで使おう、うん、ダイレクトメールを送るのもこの人にはこういう文章で言った方がきっと通じるだろうっていうところで使ってたんですけれども、あの最近はその1対1、ワントゥーワンの関係でも使えるね、はい、だからワントゥーワンでどうしても違うタイプっていっぱいいますよね、はい、中に、うん、まあ、基本的に違うんですよ ね。だけどまあちょっと同じようなのともう全く違うの、まあまあみたいなのとかいろいろいますもんね、はい、ただそこが、うん、あのどうしても人って自分が普通、自分が一般と、そうそう、自分が常識なんですよね、はい、思いがちなのでそれをこう変えようとしても変わらないよと、うん、はい、それよりも相手が理解しやすいアプローチの仕方をした方が、うん、お互い気持ちよく付き合えるよね、そうですね、はい、いうところのお話ですね。うん、で特に親子は一生親子なので、そうなんですよね、切れない、切れない、他の人だったらね関係切るっていうことできるんですけどね、親子はね、もう揉めても親子なんですよね。で家族は遠慮がないので、ない、また親が結構上から偉そうに言ってしまうんですよ。親はね何歳になっても親ですもんね。そうですね、それが子供たちを結構がんじがらみにしてるなとします。これが結構大人になった人もまだ気がつかないんですけど引きずってるんですよ。で、ほんと30代女性とかがやっと気がついて、なんか結構順風満帆に来たのに、うん、なんか満足感がないと。それでアイカラーとかも使いながら自分を分析したところ、うん、あ、私は自分のやりたいことじゃなくてお母さんのやりたいことをやってたんだ、ただあまりに言われ続けたのでそれが自分のやりたいことだと勘違いしてたっていうことに気がついて、改めて自分が喜ぶ仕事を選んだりとか、っていうことにも使えるんですよね。結構親子って本当に深くて、自分でも気づかないうちになんか残ってるんですよね。だからそこをなんかいい方に持っていけたらなというところで、はい、
はしております。じゃあちょっとね、またコメントがいっぱい出てきましたので、はい、ヨネヤさんから、はい、セミナーや研修を担当しているとパソコンでメモを取る方がいらして、それはそれで良いのですが、でもメモならまず雑記帳など手書きがいいんじゃないかなと思いながら説明してました。あ、さっきの私のパソコンがどうのとかって言った分ですね、はい、そうなんですよね、最近多いですよね、そのセミナーもパソコン持ってくる人多いですよね、はい、うん、で、チャット欄のおすいさん、チャット欄に書いてくださってるのかな、あとチャットタブの神戸と書いて、あ、じゃあ神戸と書いて神戸さん、神戸と書いて名古屋にお住まいの神戸さん、こんばんは。あ、チャットの方じゃあ 見ましょうかね。あ、本当だ、はい、あ、書かれてますね、大杉さん、以前ね、はい、ゲストでご紹介いただいたんですもんね、はい、ありがとうございます、なんか友達の輪に今なっています、はい、で、奥本さんの会議の新刊楽しみです、ありがとうございます、今ね、まだね、最高中でございます、うん、大杉さんとは本当にご縁がありまして、うん、あの出版したい人たちの、うん、出版講座みたいので知り合った、まあ、講座同期なんですけど、そうなんですか、で出版するにあたっても、うん、同じ出版社になって、うん、同じ編集担当者になったっていう、すごいつながり、すごい偶然で、本当に、へー、そうなんだ、あ、河野さん待ってましたって大杉さんから熱い熱い応援です。で、あ、久々の名古屋の神戸さん、神戸と書いた神戸さん、沖本瑠璃子さん、ゲストさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。なんかね、これがまた相変わらずフリーズするんだよね。うん、ここまでかな、はい、はい、大きく拡大できるからこれいいんですけどね。あ、またメッセージですね、ありがとうございます。あ、ヨネヤさんから、一応私も統計学のこっち側にいるので、そうですよね、エクセルの統計学ですもんね、はい、今夜のルーリーのお部屋も興味があります。カウンセラー等のお話では悩みのもとをたどると親子関係に起因している話を耳にすることがあります。そうですよね、そうなんです、本当に、うん、親の影響大きいです、大きいですよね、はい、で、ヨネヤさんから、沖本瑠璃子先生の新刊本もまた今夜の半紙の中で告知してください。ありがとうございます。ずうずうしくさせていただきましょう。でも表紙が出せないんで。そうなんです。今メールで来てたらラッキーなんですね。これでね、だったら、公にしちゃいけないって言われてるところがすごいでしょう。だってもう12月もうすぐなんだけど、まだね、最高。表紙ギリギリですよね。最高。いやー、こんなもんなんですかね、うん、っていうぐらい。表紙もね、もう、一応、ほぼ確定でいただいたにもかかわらず、ちょっと後でメッセージ見てみましょうかね。タイトルは早めに決まりましたか？タイトルは最初から決まってるんですよ。それに向かって走って書いてますからね、今回は。結構タイトル決めで結構大変でした。普通は途中でこう後半で変わって、じゃあちょっと内容書き換えるみたいなんですけどね、今回はもう早々と、最初だけちょっと仮だったんだけども、はい、即もう目次と一緒に確定になったので、なのでそれに向かって GO はね、いいですね。タイトル決まった後に、え、内容書き換えるのってちょっとリアルだなと思って、ね、書き換えはなかったですけどね、やっぱ。あ、そうなんだ。出なくて、なるべく短めにしたいねと。なんか、なんとかっていう本を書いた誰さんって言えるぐらい。最近ちょっと長いタイトルも多いじゃないですか。多いです。また今回も長いので、はい、毎回長くて覚えられない。でも私、話を短くしなさいって言ってるのに、タイトルが長い。なんかあれが意味ですよ。タイトルの、なんか頭文字を取ってみたいな、ドラマもあるじゃないですか、あ、はいはいはい、短くするのね、短く言えればタイトルが長くてもいいんだろう、短縮で生産性アップ、短時間で成果が上がるミーティング、これまだ覚え暗記できないんですよね。セタ変なの、生産短成果、まあいいや、なんか考えるといいですか、考えてください。誰かのこういうのってキャッチコピーが、ね、得意な人いいですよね、得意な方がいるので、いなかったかな、今までのゲスト、いないなみたいな感じ。きっと案が来ると思います。そもそも、はい、今のお仕事は社会人になってすぐじゃないんですよね。全然すぐじゃないです。最初何やってたんですか？結構最近です。最初は、普通に企業に勤めておりました。はい、でかなり忙しい会社で、まあ、夜遅くまでっていう会社だったんですけれども、結婚する前から、子供を持つ前から、なんかこう意外とライフプラン立てたいタイプで、なんか立てないと進めないタイプ、計画立てたいタイプだったんですけれども、まあ、子供できたらちょっと両立難しいなというか、まあ、やってる人もいるんですけれども、私自身なんかちゃんとやらないと気が済まない方なので、一つっていうかね、はい、両方中途半端になると自分がイライラして、それが子供に八つ当たりになるなというのがなんか簡単に想像ができたために、それは子供がかわいそうだと思い、子供が小さい時だけはもう育児シフト、そっちメイン、
ただその後に、うん、まあ、自宅での仕事なら子供も見ながらできるだろうということで、うん、それを、結婚する前後ぐらいから考えてまして、じゃあその頃何するのかなということで、うん、偶然カラーつながりなんですけれども、うん、あのパーソナルカラーコーディネート、はい、布をこう当てて、うんうん、顔写りのいい色、ね、うん、あれの資格を取っておこうと思って、事前にその忙しい会社で働きながらも資格を取ってました。あとプラス一応ちょっと大学でちょっと英語やってたので、うん、子供たちに英語を教えたいなと、それも自宅でできるなと思って、そうですよね、はい、うん、それをあの子育てしながらホームティーチャーとそのパーソナルカラーコーディネーターと、うん、まあ、好きなタイミングで、まあ、基本子育てメインでっていうのをやってました。でそんな中で、うん、やっぱり子供たちっていろんなタイプがいるのでまた難しいんですよ、ね、うん、もうちっちゃい子3歳から見てたので、うん、もう半分怪しながらやってたんですけれども、同じことを教えたくても、うん、同じふうにアプローチしたくても全くタイプが違うんですよね、はい、なんかそこどうしたらいいんだろうっていう悩みと、プラスちょっと育児での悩みもあったりして、その時にその統計に出会ったんですね。そのタイプ分け、はい、うんうん、でもともと価値観が違うんだから、うん、そこを変えようと、いくら大人が変えようとしても変わらないと、うん、それよりもその子に合ったこうモチベーションの上げ方があるっていうところに出会って、うん、でそれでみんなをこうタイプ分けしてみたら、なんかあらあらとあらゆることがこう紐解けてきた、うん、だからそうだったのねっていう、なんか答えが全部見えてきて、うん、これはたくさんの人に伝えたいなっていうのがあって、うん、もうカウンセラー取ろうと、それからカウンセラーの資格を取るに至りました。はい、そのカラーのところに入ったのがまたすごいですね。どうですか、偶然が偶然ですね、本当に、うん、タイプ分けていろいろあるんだけれども、もともとそのカラーをやってたから繋がったのかな、そうですかね、なんとなく色に反応したのかもしれないです ね、うん、ですね、色学んだことあるんですよ。あ、そうなんですね、オーラソーマ系ですけど、あ、ボトルの、うん、あ、そうですね、はい、それでちょっと心理的なものをそこにつなげて、まあ、ビジネスでつ、まあ、や、はい、あえて表に出せませんけど色もちょっとありますよね、うん、私子供の頃好きだった色がすごく珍しくて、うん、何色、何色だと思いますか、まず子供が選ばない色なんですよ。赤紫みたいなやつ、もうちょっと暗、なんかもっと暗いの、ネズミ色、ベージュ色なんかババクサーみたいな、まあ、それもちょっと家庭環境に理由がありまして、うん、あ、そうなんだ、なんか今の仕事も自分の家族、うん、その自分が子供の頃の家庭環境の影響もあるなっていうのはすごい最近思うんですけれども、ちょっと複雑なというか、うん、人間関係がごたごたした家族関係の中に、うん、3兄弟の末っ子としていまして、そうなんだ、母が嫁、おばあちゃんが姑の、橋田壽賀子以上の、面白いね。すごい、バトルが、日々バトルがありまして、まあ、小学校1、2年の頃から空気の重さを知っていた子供みたいな、うん、ただいまって帰った時に、うん、空気の雰囲気で、あ、一バトルあったなっていうのとないのが、分かった感じですか。だけどそういうふうに家族多いしいろいろあるんだったら、はい、そこの人間関係ってもうちっちゃい時からいろいろ見えてたんですよね。そうなんですよ。いいですね。すごく人間観察をする子でした。うん、だ電車に乗るのが結構好きで、うんうん、いろんなのが見える。そうなんです。電車の中で本を読むとかではなくて、うんうん、人を見る。目の前に座ってる人とか、うん、その関係性とかを見るのが子供の頃から好きで、なんか多分人間を見るのが本当に興味があったんでしょうね。それがでもね今の仕事に役立っていいですね。はい、で嫁姑っていうと普通お母さんの味方つきますよね。あ、大抵そうね、お母さんをいじめないで、うん、おばあちゃん、女だしね、女だし、うん、思いがちなんですけど、うん、私はなんかおばあちゃんの味方だったんです、あ、そうなんだ。なんかおばあちゃんが強くて、で母がか弱くて、うん、強い方につくんですね。なんかその母の前線全敗な感じがなんでだろうっていう、なんで言い返さないんだろう、言い返せばいいのにぐらいな感じがあって、それよりなんか凛としてるおばあちゃんのその強さがかっこいいみたいなところがなんでかあったんですよね。そうなんだ。それでまあその愛からを学んでからいろいろ調べてみたら、全然やっぱり母と私は根本的にその大事にするものとかが違うので、なんかそこで
その表現する、ね、言葉だったり態度だったりっていうのがなんでだろうっていう不思議があったんだろうなっていうのも、そこもなんだか紐解けた感じですね。とするとそのアイカラーが今まあいろんなお仕事に生かされているし、はい、まあ、子育てとかね、はい、自分自身の対人関係にも役に立ってるってことなんですよね、はい、それを多くの人に伝え、そうですね、まあ、自分がねいいと思ったものって伝えたいですもんね。そうなんですよ、はい、知りたかった。これを知ってから本当に人にイライラしなくなったんですよ。結構大きいことですよね。わかります。で、人に対して、うん、なんであの人って思わなかったんです、うんうん、まあ、なんかあ、そっかっていう、うん、こういうんで私と違って ここにこだわりを持ってるからこうするんだな、うん、こういう発言をするんだなって思うと、はい、なんか全くイラつかなくなって、そうするとこう穏やかな自分だし、うん、笑顔でいる時間も長くなるし、うん、こんないいものみんな知った方がいいっていう感じですね。はい、で今はもうそれを仕事として伝えてるんですね。 でまた今回は 本でこの親と、はい、親と子というところを、はい、まあ、焦点当てた本ということなんですよ ね、 そうですね。あの出版の初めの企画の時は、うんうん、そのまあ、親子もやりたいんですけれども、はい、もう一つ その大好きなスポーツ、うん、はい、日本のスポーツ指導があんまり好きではなくて、うん、そのいわゆる体育会系、うん、もうやっぱ昔ながらのもう監督が全て、うん、監督が言うことは嫌でも、はい、やるみたいな、うん、なんかあれはちょっと居心地悪いし、それで全ての選手が伸びるのかなっていう不思議があって、うん、なんかそんな時だったので、本当はちょっともうちょっとスポーツ面で書きたかったんですよ。でちょうどその出版したい人たちの講座を受けた時に、うん、翌年リオ五輪だったんですね。でこれもやっぱりこういうのってタイミングがあるので、うん、そうね、できることならリオ五輪の夏ちょっと直前ぐらいに出版すると、そのリオに出る選手の、ね、うん、名前とかあるとタイミングだなって思って頑張って速攻企画書を書いたんですが、うんうん、まあ、なかなか最初は話が来ず、うん、で大体本を書くのに、まあ、5、6ヶ月かかると言われたので、うんうん、リオの年の前の年の年末ぐらいから書き始めたので、まあ、大体逆算して、うん、春ぐらいにはお話が決まらないと、うん、まあ、半年かかるって言って出ないんですよね、うん、で6月まで話が決まらず、うん、ダメかなともう次4年後東京かなみたいな時にポッてお話をいただけたんですよね、うんうん、でもうそれも本当に驚きだったんですけれども、うん、まあ、いいなと思ってくださった編集者さんが、あのなかなかあのできる方で、いっぱいこうもう本を出す予定はあったんですけれども、うん、この枠だけ空いてるんだよって言われて、8月9月あたり、おでもその方と初めて会ったのは7月頭だったんですよ。すごい、うん、でいや誰が大変ってあの河野さんだけなんですけど僕らあんまり変わんないんですけど、うん、あの河野さん書いてもらえるなら出せますけどって言われても、うん、ね、願ってもない日程だったので、うん、書きますっていう感じで、うん、超最短で、うん、書きました、はい、でもやっぱり思いは通ずるというか、うね、うん、強く思ってると本当に来るなという、うん、あの後でご案内する本もそうですけど、うん、はい、なんかやっぱ思いって大事っていうのを思って大事だし、はい、伝えるのも大事だし、なんかね言ってるとなんか叶ったりとかするんですよね。すごいあれは本当に感じました。気持ち悪いくらいね、気持ち悪いくらい、うん、かります。はい、でその夏休みは娘たちより宿題が多くママ夏休み忙しいんでごめんね、家のことあんまりできないけど、うん、よろしくっていう感じで、すごい、はい、こもって書きました、うん、でそんなところにまたコメントを見てみましょうか、はい、ありがたいですね。はい、と米屋さんから、はい、あ、リンクちゃんとしてくださってますね。子供のやる気を引き出す親、奪う親、エコーのまこちょで、Amazon のリンクを貼ってくださってます。ありがとうございます、米屋さん。でチャットタブの大杉さんに2冊目の決定もおめでとうございます。あ、そうなんです、大杉さん2冊目決まったんですね。大杉さんももう一生本を出し続けると言われ て、 って、ね、もうやっぱり言ってると話が来る。そうですよね。そうか、そうか、本当にそうは思ってなかったんだけど、はい、実は私の名前って本が入ってるんですよ。はいはい、はい、でね、これって30冊を生涯かけて出す本なんですよ。3に0って書いたら30なんですよ。沖本の沖が。で、生涯の棒で、
一生涯に30冊本を出すっていう運命なんですって前すごいっていう名前ですよね、お着物って、はい、結婚いつ気がつきましたか。ね、3年ぐらい前かな、なんかこのなんか自己紹介の時になんかこうなんか面白いのないのかなと思って、30って書いて30ですよね30で生涯かけて本を出す、生涯のうちに30冊は出さないといけないっていう名前なんだとかって勝手に、もう大杉さんとタッグを組んで毎日やってください。私でも書くのもう嫌いなのもういいですっていうぐらいですかね。でもまあちょっと今度はあの自分で企画をこう書いてやりたいなと思ってます。名前もこうそれがありますからね。もうそれ使命かもしれないこれを名前も名字変えないとずっとこの運命使命なのかなみたいなねって思いました、ね、すごい、うん、そうだ本があるんですね、いいですね、はい、名前に本がついてるんですよ ね、 ね、しかも30冊の ね自分の名前出ますよ絶対。そうですかね、はい、長生きしようみたいな100年ライフなので、なんか1年に1冊出しても30年かかるんですよね、うん、全然出ますよ。2年にかかると60年かかるんですよね出ます、長生きしますから大丈夫です、はい。じゃあ、はい、そんなこういろんなね自分がいろんなこううまくこう出会って本が出せたっていうところでいくと、はい、なんか今の自分があるのは、はい、まあねこれ今の本も他の人のいい影響になりますけど、はい、自分自身が影響を受けた本、はい、思い出の本っていうのはどんな本が、はい、影響を受けたのはですね、うん、これですね、鈴木秀子さん、あのエニアグラムを日本に取り入れた第一人者の方なんですけれども、はいはい、それも後からしてびっくりしたんですが、エニアグラムって9つのタイプ、はい、タイプですよね、うん、なんか本当にタイプ分けの方なのでそういうなんだろう、統計学的な先生だと思ってたんですが、うん、シスターなんですよね。あ、そうなんですか、はい、なのであのこの本は もっとなんだろうメンタルな部分、すごく心が温かくなる本なんですけれども、うん、もうあなたそのままでいいんだよっていうことが書かれてたり、うん、もう気持ちの思い方一つで、うん、あの考え方変わるよっていう、うん、まあちょっとアイカラーの多様性に通ずるところはあるんですけれども、うん、で、まあこの中で一つあのすごいいい話がありまして、うん、全ての人がひび割れ水亀っていうのがあるんですが、あのインドのお話で、うん、インドの、主人にいつも水を汲んで届けてる人がいて、うんうん、こう杭に、右と左に両方水亀を担いで、うん、はい、毎日こう登って水を川から汲んで届けてたんですけれども、うんうん、ある日その左側にひびが入っちゃったんですね。あらら、うん、そうするとどう頑張って届けてもこっちは、ま、右は満杯だけども、うん、左は毎回半分になる、はい、でここが可愛いのがちょっと水亀に気持ちがあるんですけれども、うん、水亀が申し訳ながるんですね、あなたがこんなに重い思いをして一生懸命運んでも、うん、僕は半分しか運べませんと、うん、はい、もう僕なんか割れていなくなればいいんですと、でもそれをその水汲みの人はそんなことはない、うん、半分でも十分だから、うん、ずっとこう話をしながら日々、うん、でも水汲みはずっと悪いと思い続けてるんですよ、うん、ごめんなさいごめんなさい、うん、半分しか運べなくて、うん、そしたらある日その水汲みの人が、うん、その左の水亀に、うん、あの君の通ってる道の下を見てごらんって言うと、うん、そこに花が咲いてるんですよ、うん、つまり水がポタ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 垂れていた、うん、で水汲みもそれを知ってたので、うん、あのここはいい感じで水が湿った土になっているので、うん、僕は種を植えたんだと、それで日々日々運ぶことで、うん、花が咲いて、うん、ご主人様に水を届けるっていう仕事だけではなくて、僕はお花を花の道を作ってさらにご主人様を喜ばせることができたと、うん、君のおかげなんだよって言うんですよ。でここで終わってもいいんですけども、うん、ここでまた終わらなくてですね、うん、今度右の水亀が意見をするんですよ、うんうんうん、で右の水亀はもう満杯で運ぶ自分一番偉いと思ってたんですよ、うんうんうん、それが僕は自分が一番できるものだと思っていたけれども、うん、僕には花を咲かせることができなかったと、うん、僕はその能力がないっていうところがひび割れだねって言うんですよ。なんか深いですよね、うん、すごいね。そう、なんかそれ、まあ、そんなような話がたくさん入ってるんですよ、うんうん、なんかすごく不安になった時に読むと、うん、本当に気持ちが安心できる、ね、なんでとか、うん、なんでいつもこれしかできないんだろうとか、うん、なんでこんななんだろうって思っちゃわない方がいいんですけど、うんうんうん、つい思ってしまう人は、うん、すごく気持ちが穏やかになるので、子供とかにも読んでほしいですね、うん。とすると、はい、まあ、どちらかというと割とこうちょっとすぐマイナスに考えてしまう人には特にってことですよね。はい、普段から大丈夫って人は大丈夫ですすいません。時にはないですか？あまり考えないですね。もうそういうふうに考えないようにしてるからならないですね。そうですよね。一回でも思ってしまうと多分もう全部いろんなことがこう
マイナスになってドツボに落ちて、そうするとこうなんでっていう人に対してあんまりアドバイスできないんですよね。そうね、思わないってことができるようになってるから、うん、そうなんですよ。そういう時にそういう人にそうですよね、思わないようにする方法しか分かんないの で, なんですよ。なんかすごくあったかくなる、ね、あ、今のすごい深いですね。すごいですよね。だってその左側だけだったらまだ日々のね、はい、方だったら、うん、すごい、そこですごいと思ったけど、右も学ぶことがあった。その日々の最後の一言すごいですよね。そうなんです。だから人間はみんな完全ではないし、いただそのマイナスに目を向けるんではなくて、うん、お互いのいいところ、うんうん、そうですね。でもどっちも全てが結局うまく何かなってるってことなんですもんね。無駄はないと、必ず意味がある、うん、はい、そうですよね、はい、それがそういう本を書いてる人だったな。そういう、それがっていうか、あのエニアグラムの人が、そうなんですよ。ちょっと意外ですよね、うん、ここが私も最初つながってなくて別に読んでたんですよ。別々に。そうだよね。そしたらまさかの同じ方だったっていうのにも衝撃だったんですけれども、めちゃめちゃ衝撃っていうか、はい、全く。だからエニアグラム以外のこの鈴木先生の本は本当にそういう本が多いです。 そうなんですか。あなたはそのままでいいみたいな、そういう本が多いので、はい、ぜひ見てみてください。ちょっとめちゃめちゃびっくり系 で奇跡は自分で起こす、すごくいいですか。私も意外とポジティブになれる方のなんですけども、うん、あ、そうなんだ。私娘が2人いて、下の娘がどうしてもちょっとこう、はい、ちょっと嫌なことがあるとネガティブに行きやすいんですよね、うん、はい、まあ、その娘にもぜひそういう時には見せたいなと思っております、はい、びっくりでした、ね、意外ですよね。つながらないですよね、全然同じ本を。いまだになんかこうつながらないんですけどね。なんかあのエニアグラムもなんか私も買った時は調べて、うん、私何番ねで終わってたんですけれども、彼女が言いたかったのはそうではなくて、ないですよね。それぞれが全部ね、全て全部個性として生かせばいいってことですよね、はい、多分彼女としては全タイプ読んでほしかったんですよ。そうか、そっか、はい、あ、そういうことで考えるとつながりますね。すべてみんなそれが個性だから、私はあの長所とか短所とかってないし、強み弱みもないんですね。すべて個性ですって言い方なの で、はい、強みって言われた瞬間に私には強みありませんっていつも答えるタイプなので、いや、この本はちょっと読むといいですよ。これを読むともう一回エニアグラムを自分以外のタイプも読みたくなるというか、あ、いろんなこういう良さがあるんだねという。私はあの、はい、読んではないんですけど、セミナーでもともと受けてるので、はい、9のタイプ分け、もともとタイプ分け大好きで、あ、はい、いろんなの。なんか私も子供の頃からなんかタイプとか、うん、あの人星座何座だからこんなとか、なんかこう意味付けしたい子だったんですよね、うん、そうなぜそうなのかっていうとか、うん、あ、こうだからかっていう意味付けをしたいタイプだったので、うん、あの中高時代から友達と仲良くなっても、うん、なんでこういう子たちと仲良くなるんだろう、なんかみんなサバサバ系だったんですよ。で子供の頃の私の勝手な分析、自分のある知識だけの分析では、うん、あのお兄ちゃんとか弟がいる子が多かったんですよ。だから男兄弟の影響でみんなサバサバしたんだなって思ってたんですけれども、うん、なんかアイカラーをしてみたら違ったな、うん、まあなんかやっぱりそう意味付けをして なんか納得したいというか、ずっとなぜなぜのままだと嫌なタイプだったというか、そうね、うん、はい、へえ、そうなんだ、びっくり、面白い、はい、これはもうぜひおすすめです、はい、生田さんからこんばんは、今から拝見しますということで、こんばんは、よろしくお願いします。生田さんのフェイスブックのメッセージもよく読んでます、ためになってますはい、じゃあもう一冊本のご紹介よろしいでしょうか。これは最近ですね、最近、うん、あの読んだ本でおすすめ、これまた違う目線で、まあ近いんですけれども、うん、自動的に夢が叶っていくブレインプログラミング、これは逆に脳科学的な方ですね、うん、だからそのさっきも言ったように気持ちで、まあ、言葉に出していくとうまくいくよとか、うん、人に伝えるといいよっていうのは感覚的に分かっても、うん、そのネガティブな思考の人ってそうは言われても、うん、言ってるだけじゃねーとか、うん、そうね、はい、ビジョンマップとか作ってもねっていうのがあるんですけども、うん、最新の脳科学では、うん、もうそれが脳科学的に実証されてるんですよ。やっぱりその言葉で言うこととか、うん、その自分の夢をビジョン化して日々見続けることとかが脳に本当にいい指令を出しているということが書かれてます、うんうん、あれですかね、脳って勘違いするからそこを使ってるってこと。そうなんです。でプラスの脳幹の中心に、うん、もう脳の全てのコントロールセンターがあって、うんうんうん、そこに自分が思うこと本当に心から思えば、うんうん、もうそこが勝手にコントロールセンターとして、うんうん、あ、この人はこうなるんだと、うん、動いてくれるらしいんです、うん、
もうそれが実証されてるということは、なんだ信じれば、うん、もう自分で自信を持って思えばいいんだっていう、妄想派なので、ね、もう本当にこれはあのなんだやっぱり本当だったのねっていう、あの、確証ですね、思います。ということは、はい、あのあれですかね、根拠のない自信って OK ってことでしょうね。そうなんです、うん、でそれを本気で信じるが大事で、そのね、なんか言葉だけできるできるできるって言っててもどっか頭のどっかで、うん、でもできないのが 10% かもって思ってるとダメですよ、ね、もうその脳幹のセンサーが働かないんです、うん、そうかそうか、本当にいやもういやできるしか考えつかないぐらいの、できる想像しかつかない、うんない そ, うね、そのぐらいに思いできない想像絶対しないですからね。でこのコントロールセンターは GPS 機能だって言ってたんですよ、だからもう目標が決まれば、うん、まあ、どういう道を通るかは私たち自分でもわからない、でも絶対連れてってくれる、それはそういう必要な人に合わせてくれたりとか、必要なのに行かせてくれたりとか、思えば脳は動くっていう、これが哺乳類のみ持ってる、人間とチンパンジーのみ持つ機能らしいんですけれども、へ、じゃあチンパンジーもなんだ、思えばそれをどう教えるかが難しいです、まあまあね、へそうなんです。これは本当に自信のない、それこそ子供たちとかにちょっと自信を与えたいなっていう、その最近気になるのが、あの日本の子供たちの自己肯定感ってすごい低いんですよ。あ、そうなんですか。あの先進国でこう比べると、まあ、アメリカダントツ高くて高いでしょうね、はい、だって自信にあふれてないと生きていけないところですからね親たちもうちの子はこんなにすごいでしょっていう、日本で謙虚すぎて逆にね、あの謙虚の言葉がだって脳に言ってますよね、ダメとかつまらないものです、つまらないもの持ってくるなっていつも思ってましたけど、親ってうちの子バカだからとか、いや、そうそう、そうなる、そうですよね、あれを子供は聞いてるんだよね、僕バカなんだと思っちゃうよね。だからその英語今でも教えてるんですけども、うん、はい、やっぱり子供たちが、うん、いやでもママがこう言ったからってすごくいいんですよ。それもちょっとネガティブな発言が多くて、一番ショックだった話がですね、うん、あの、あるクリスマスの前に、はい、まあ、あの英語やってるので、うん、一応こうちょっとしたプレゼントも用意して、うんうん、あの一応帽子なんかかぶったりして、サンタとして、うん、あのいい子にできるかなってこう英語で話しかけて、はい、もう男の子なんか、イエスイエスイエスって言ってこうもらいに来るんですけれども、女の子で一人来なかったんですよ。あらら。それで、うん、いい子なんですよ、うん。授業中も本当にちゃんと真面目に聞いてるし、はい、いい子なんですけど、ちょっと控えめな子で、うん、で、いや、英語の意味が分かってないわけないんですけど、うん、一応日本語で、いい子だよね、いい子にできるよねって言ったら、すごくその答えに悩んで、ノーって言うんですよ。いい子になれないって言うんですよ。うん、え、なんでなんでなんでって、もう日本語で。そんなことない。今日ちゃんと授業受けてるから、いい子だよって言ったら、いつもママに怒られてて、ママが思うようにできないと自分は。だから私はいい子じゃないと思うって言うんですよ。なんかもう悲しくなってしまって、そんなことないからっていうのを訴え続けたんですけれども、もうそれからはその子に本当に、もうあなたはできてるから、うん、今レッスンでも他の子よりできてるぐらいだよ、できるんだから、で答えられないことがあってもできるできるって呪文のようにできるできるって心で言ってたら、できるから、うん、言えるからって言ったら素直なんで、すごいそれをね、実践してくれるんですよ。ちょっとあのレッスン中に分かんなくても、ちっちゃい声でできるできるできる、素直なんですよそしたらすごい伸びてきて、もう本当にグイグイと自信をつけて、もう今は他の子に教えるぐらい、そんなことする子じゃなかったね、遠慮深い子だったんですけれども、できるようになって、まあ、それを聞いた時の、もうその親の言葉の影響力というか、まあ、プラスもマイナスもですけどね、強さにちょっとショックを受けまして、まあ、そんな意味でもあって、やっぱりこういうおすすめのも出しちゃうんですけど、やっぱり本当に捉え方一つで変わってくるので、でその自己肯定感の話なんですけどね、日本はダントツに低いんですよ。次が韓国なんですけど。あ、そうなんですか。やっぱりこう、なんだろう、しつけに厳しく、それはダメ、もっとこうしなさいっていう、なんかやっぱり大人が厳しく言っていたり、あとこうなんか大きな夢を見て、世界一のなんとかになるっていうと、いや、あなたは無理だからっていう、軽く言っちゃったり、可能性をなんかこう生かすっていうのがアメリカは割とねすごいですもんね。親は、まあ、日本のそのね、あの謙虚に、ね、謙虚なっていう、控えめなっていうところが出過ぎて、子供たちが大きな夢を見れないとか、そうね、もうもう自分はこんなもんだから、自分には無理だからみたいなね、
それを特に感じたのが、うん、下の子の、小6の卒業式に、うん、卒業アルバムあるじゃないですか、うん、はい、で大体後ろの方に将来の夢が書いてあるんですよね、うん、で意外と女の子はまだ可愛らしい夢、うん、パティシエになりたいとか、うん、アイドルになりたいとか、うん、結構あるんですよ、うん、なんか男の子が意外とこう、うん、あれっていうのが多くて、うん、ちょっとショックだったのが、うん、一つのあるクラスのページに、はい、3人ぐらいの男の子が、うん、なんて書いてあるんだと思いますか？旦那さんとかですか？健康と長生きって書いてあるんですよ。夢ですよ、小6。そうなんだ、なんか。12歳ですよ。なんかちょっとショック。なんか今時ってそんな子？いや、ショック。うん、本当に。まあ、確かにね、健康で長生きしたいけどね。大事なことなんですけど、自粛祭というか。将来の夢、うん、違うよね。そう、夢じゃないよね。なりたいものとは違うよね。あと、プラスなりたいものも、うん、宇宙関連の仕事がしたい、うん、多分昔だったら宇宙飛行士ってた、うんうん、きっとどっかで大人が宇宙飛行士なんて本当にわずかな人だから、うん、あなたぐらいの成績じゃ無理だからとかをどっかで聞いてるんですよ、うん、ってことはもう宇宙飛行士は残念ながらダメだから関連に届くなんかすごくリアル な、うん、なんか 無難な目標が多くて、ね、ちょっとショックだったんですよね。そうですね。でそこになんか大人の責任を感じて、うん、そうね、夢ではなくて目標になってるよね。そう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 、もう落としてるよね。で目標が低いといかないじゃないですか。ダメ、目標って高くないといかないので、ね、うんうんうん、それその下になっちゃうみたいな。そうなんだ、すごいな、なんか今そういう時代。うん、昔は世界、私なんか書いてたけど、世界一のなんとかになりたいとか、世界一とか宇宙一とか書いてたけど、少ないんだ、どんだけ少ないんですよ。だからその時の一覧表を見ると、みんななんか世界一のとか宇宙一のって書いてた、みんながそういう強気、いや、それ良かったですね、うん、それがなんか子供のなんかこう、それが子供らしいんですよ。無理じゃんって今思えたら思うけど子供の時にはみんなそれ慣れると思ってますからね、15年後の私みたいな。そこはすごく大人とか親の責任だなと思っていて、そうですね、でその楽しい未来を描けないのも大人たちが人生を楽しんでないんですよ。なんか今の子たちってこう本当に未来をっていう、大人になって何をしたいっていうと結構答えが出ないんですよね。なんかこう楽しそうな大人をあんまり見てないんじゃないかなっていうのすごい感じますね。楽しそうな大人本当に少ないですよね。そういう意味でこうポジティブにね考えると楽しそうな姿を子供にも見せられるかなっていうところですね。いっぱいなんかねコメント出てますヨネヤさんから、これですか、奇跡は自分で起こす、幸せになる1ミリの法則ってリンクされてますので、それでしょう。それです。はい、生田さんから、河野さん私のフェイスブック見てくださっていたのですね。見てます。はい、ヨネヤさんから、自動的に夢が叶っていくブレインプロ、ね、プログラミングのねリンク貼ってくださってます。ありがとうございます。ぜひぜひ。生田さんから、できるだけの想像をすると行動も前向きに変わりますね。できないと思っていては脳は後ろ向きですね。その通り。はい、でヨネヤさんから、ママから日頃言われていることが教室での会話に反映されてしまった様子は、もしもママにその様子が伝わったら、それはそれでママにとってもショックでしょうね。ああ、なるほど、そうですね。で、独身の私も大人の役割について考えさせられます。はい、はい、そうですね。まあ、できないっていう言葉がそもそも嫌いですよね。そうですね。そう、言っちゃいけないですね。うん、できないわけない。やってみよう。できるように工夫しようってことですよね。無理とかすごい言うんですよ、今の子たち。あ、無理無理無理。大人も言うから子供はもっと言うんじゃないですか。無理って言われたらやってから言ってよって。そう、やる前に無理無理。そうそう、やる工夫したかってね、多いですよね。その無理と言った瞬間に脳をストップしてるので、ね。うん、そうなんですよ。自分でダメにしてるんですよね。そうなんですよ。それがもったいない。ね、そうそう。そこをね、いつも研修講演で言ってるんで、ギャーギャー。質問もよく出るんですよ。この5分会に無理とか、いやいや、今学んでばっかりで。あ、5分会議が無理だと。やってから言ってよってもう教えてるんだからみたいなね。そうなんですよ。おかしい。無理予測が多すぎて皆さん。他はできてるんですよって言うんですよね。ね、面白いぐらいね。ということでこちらの本ですね。じゃあいよいよこちら。子供のやる気を引き出す親と奪う親ね。私奪うの得意ですけどね。あのママ友にも、え、私奪うかもしれなくて怖くて読めないとかよく言われて。こちらがあの現物の本です。はい。じゃあ、こうですかね。
こうですかね。そこにもちょっとね、帯にはあのリオに重ねて内村選手とお母さんのことが書いてあります。あ、本当だ。あの息子さん大好きなファンのお母様がいつも応援してるじゃないですか。うん、ここか。黄色だ。なかなか目につきます。はい、黄色と紺いい組み合わせですよね。でこの本を、はい、じゃあどういう方に手に持ってそして読んでもらいたいんですか。そうですね、うん、まあ、私自身がそうだったんですけれども、うん、2人子供がいても、うん、だいたいどっちかのことは分かるけどどっちかがなんだかよく分からないっていう親御さん多いんですよ。なんか下の子は分かるんだけど上の子何言ってるか分からないとか、なんかそれってやっぱりもともと持ってるその考え方の違いであることが多いので、うん、ただやっぱり母ってお腹から産んでるので、うん、なんかどっかで、うん、なんとか解き伏せれば理解するんじゃないか感が多分お父さんより私あると思うんですよね。だからこれ結構こねくり回そうと。そうか、自分の分身なんか一部分みたいなのがあるのかも。どうにかなるんじゃないかって思っちゃうんですけども、まあそういうちょっと なんか素で理解しづらいって思ってるお母さんたちにぜひ読んで、うん、なんかちょっと楽になってほしいですね。はい、楽になれます。みんなのセミナー来た方もあのむやみに怒らなくて済むようになりましたと。今までだったなんでって言ってたのが、うん、そうだそうだ違うんだ、私そうだよね、そこがそうだよね、その理解があるだけで子供は子供の人格があって自分は自分の人格があるって思ってないんだよね。そうなんです、わかります。まあ、私も実際一人目の子を抱いた時に、うん、なんかここゼロな気がしたんですね。今からどんな子にしてこうってちょっと思いがちなんですが、自分のものみたいな感じ。よく考えると、うん、お腹に何ヶ月もいるじゃないですか、うん、脳ほぼそこでできてるんですよね。そうだね、うん、これも児童医学とかの最近の情報だと、うん、もう脳のほぼ 7,8 割がお腹の中でできてるので、それこそ生まれてすぐ、うん、同じ声かけをお医者様がする、うん、看護婦さんがする、お父さんがする、お母さんがする、で心拍の変わりとか表情が違うんですって。だからそのぐらいもう理解できる、もう人格を持った子が生まれてきてるんですよ。そうか、中で人格できてるんですもんね。だから数えってあるんだと思うんですよね。うん、数えってもう生まれた時1歳、うん、そうだよね、それが正しいなっていう気がして、うん、なんかここゼロと思わないでねっていう感じですね。うんうんうん、もうここで1、そうなんです。ここでもうお母さんとはちょっともう根本違う考え方とかこだわりを持ってるかもしれないです、うん、まだわからないけど、うん、そうね。私もその下の子とちょっとぶつかったことがあったんですけども、喋、うん、れないうちはぶつかんなかったんですよ。喋れるようになって、ね、うん、会話をするようになってから、うん、良かれと思って言ってるのになんか機嫌悪くなっちゃったり。そうね、そうなんです。そうだよね、まあ、親子じゃなくても良かれと思ったことって全然良くないんですよね。自分ではいいんだけど相手にとっては良くないね、どうしてもやっぱり喜んでほしいから、うん、自分が嬉しいことをやるんですけど、そうですね、そうそう、そのキーワードが結構ね厄介なんですね、うん、自分が喜ぶこと、うん、されて嬉しいことが相手も嬉しいと思ってやっちゃいけないっていうことに私ここ数年なんですよ気づいたの。本当ですよね、うん、だってちっちゃい時から学んでません、そういう教育受けてません。自分がされて嫌なことは相手も嫌だし、そうそう、自分がされて嬉しいことは相手も嬉しいっていうのを言われてるから、こうやっちゃダメなんだとかこうしたらいいんだって勝手に、そうですよね、うん、そうなんです。これが大きな勘違いですよね。 それが違う時もある、ね、褒め方も同じ。そうですよね、そうそう、それ言われても私にとっては逆なのにって思うものを世間がそう言ったりとかね。よく子供は褒めればいいって言うんですけど、うん、でもないってことが書いてあります。そうです、そうです。あの、褒めちぎって伸びること、伸びないこと、ね。ただただ褒めちぎると逆に、バカにしてる？そうですね。って取られる子も。あと、天狗になっちゃうとかね。そうですね。いろいろあるんですね。いろいろあるので。じゃあもう本当にあの、はい、子供を育てるっていう両親。そうですね、あとまあコミュニケーションなので、一応親子で書いてますけれども、まあね、上司とかでもね、上司とか、ね、もう上司と部下だと親の方に上司を入れて、うん、この方に部下を入れるともうほぼ同じ内容ですので、そうですよね、はい、でも特にまあ親、そうですね、これから子供を持つっていう場合もあいいと特にいいですよね。持ってからより持つ前が、ね、いいですよね。違う子が生まれてくるだろうと思ったぐらいの方がいいですね、うんうん、ですよね。そうすると普段の人間関係でも使うし親子でも使えるし、まあ、全てに使えるってことですよね。と言ってる間に時間もねあと10分になってしまいました。意外とあっという間ですね。早いんです。そうなんですよ、あっという間なんですよ。
で、生田さんからやればできると考えることですね。そうです。あ、村井さんからね、こんばんは、飲んだくれていて開始時間間違えていましたまあこういう飲んだくれた人にも重要な引き出す、奪うっていうところでしょうかねぜひ録画を見てください、ね、そうそうそうね感じです ね、 ね、飲んだくれても人間関係重要なので飲んだくれた会場でも人間関係重要なのでこっち見るんじゃなくてこっち見るんですよねコメントここで読んでますからついついここを見てしまいました。はい、今後はどういうことをしていきたいんですか。そうですね、あの今はやはり本が親子で出たので、うん、あのセミナーとかも親子関係が多いんですけれども、はい、本当にスポーツチームを手掛けたくて、で、あの幸運なことに今年担当させていただいた、うん、某団体スポーツチームが監督就任以来初の優勝に。あ、そうなんですか。すごい。やっぱりその監督自身もたくさん選手がいる中で、うん、あの子をどう気持ちを上げていけばいいのか、はい、うまくいかなくてへこんだ時にどうしていいのかがどうアプローチしても分からなかったっていうのが分かるようになって、うん、こう選手が全体的に気持ちが上がって、やっぱり気持ち一つなんですよ、うん、そうですよね。技術が全てではないので、ね、もちろん技術もいるけども気持ち、どうしても本番で出せない子もいるので、ただそこもフォロー一つで変わるので、で東京オリンピックもあるじゃないですか、ね、もうね、もうね、どんどん上げていきたい感じです、ね、すごいな、楽しみですね、はい、そう思ってるスポーツチームの方はぜひ、ぜひご相談ください。はい、スポーツチーム、これはあのじゃあオリンピックだけじゃなくって、あの学校とか校、ね、まあ、その辺でなんでみんなで集まってやってるようなスポーツもありですね、はい、まあ、技術も大事だけれども、うん、気持ちも同じくらい大事なので、大事ですね、うん、気持ちだけじゃダメで、気持ちも重要だし技術も重要ってことですよね。監督がそれぞれの選手が気持ちよくポジティブに楽しくできたら絶対勝つんですよ本当に、さっきのね思い込みと一緒ですけど、あ、そうそう、勝つと思ってる、もう勝てると思えば行くんですよ、うん、ね、楽しくね、負けると思ったら全然楽しくないんですよね。もう負けるとは分かったらなんか練習もしたくないしね。でやっぱり笑顔の方がっていう、うん、これも最近もうなんかスポーツで広がってきていて、うん、あ、そうなんですか。ピンチほどあえてみんなで集まって笑顔になったりとか、うん、結構チームあるんですけど、うん、まあ、笑顔になるとあの気持ちもプラスになるからね、うん、だからプラスの気持ちだと行動にもすごく影響があるから、そこもつながりでしょうね。なんかそこは最近結構広がってきていて、うん、あの必勝の勝の字を笑うって書いてるチームがあったりとか、うん、ありますね、うん、ピンチの時ほど笑おうっていう、うん、まあ、その気持ちがね大丈夫ですよね、うん、まあ、あの元体育会系の人に言われすると、いや何クソが大事でしょうって、まあ、何クソが大事な人は何クソでいいんですよ。そうなんです、この中にも書いてますが、何クソで伸びる子もいます、うん、そうそうそう、私何クソで伸びる子なんで、はい、そういう子もいるんですけども、ね、そうじゃない子もいるので、ない子もいるからね、人それぞれだから、その人に合わせたやり方が一番ってことですよね。それを合わせて対応するだけで、うん、本当にみんなが楽しく楽にいけるの で、うん、はい、だから人はみんな違うってことですもんね。そうですね。へ、特にやっぱり未成年というかその子供たち、うん、中高ぐらいのチームが見たいですね、うん、やっぱりその大人の言うことはっていう、その親子と一緒で、うん、そうね、監督が言うならそうだろうって信じきってやってるのが、うん、そうですよね、違う風に動いてると残念すぎて、うん、もったいないもったいないので、ね、子供たちの潜在能力を伸ばしたいですね。楽しみですね。他になんか言うことないですか。あれ、あ、雑誌っていうか、そうですね、これはですね、うん、ちょっとあの週刊女性という、普通あの、はい、芸能系に興味がある人とか美容院でよく読む本ではあるんですけれども、ね、病院と美容院とか ね、銀行とかに置いてありますよね、うん、あのラッキーなことに中にですね8ページの中取り特集ページを、ね、こんだけなんかページを割いていただきまして、ところが週刊誌なので、うん、今日までしか売ってないんですね。今からみんなか、コンビニでも売ってますので。うん、でも今日までじゃなくて、ちょっと遠いところだとまだね。ああ、ありますか。地方だと、ね、あの、店頭に並ぶの遅いんですよ。なるほど、うん。だから、地方だとまだ大丈夫です。そうですね。その、乗ってるかどうかは、ディーン・フジオカさんが表紙です。これが乗ってる内容かわかりますんで。あの、開けると真ん中にもう乗ってます。すごい。すごいよこれ。の9パターンで、うん、ここちゃんと切って使える、はい、親子関係の悩みにさよならする方法載ってますので、うん、これ載ったきっかけはどういうことなんですか。これはこの本の編集者さんが私の本を読んでくださって、うん、これは悩んでいる人多いだろうと、うん、で特に読者で言うと親子ではな親子もあるんですけれども、うん、お姑さんとお嫁さん、
そこで悩んでる人も多いので、まあ、そこも本当にこれで親子、そうですね、親子ですもんね、同じ嫁姑もね、そうですそうです、読めばいいので、はい、楽しみですね、コンビニ GO まあ本屋さんにも GO ですからね、駅とかでもいろいろね、あちこちにあるから、ぜひ、はい、ですね、じゃあちょっとメッセージを、はい、村井さんから、僕の世代においては甘やかして育てるという親は、稀だったのかも、少なくとも僕は厳しく育てられて、今ねこんな風に飲んだくれてるんですよこのなんかいろいろそれで全てを切ってしまってるんです、なんかいろいろね、で生田さんが、はい、本当プラスの気持ち一つですね、本当です、技術100点、人間力0点はいけませんよね。で生田さんから、私も何クソタイプかなって書いてますかねで、村井さんから、出発に言えばバックナンバーとして買えます、そうですよね、ありがとうございます、うん、ぜひバックナンバーで、ぜひバックナンバーで買ってみてください、何月号かな、12月5日号かな、12月5日号です、はい、保存版になりますので、ぜひ見てみてください、はい、ね、楽しみです。では次回のゲストがですね、ゆい、はい、第今度はね88という、なんかこう末広がりのいい回ですよね、12月11日の88回はメッセージセラピストで直子さん、直子先生という方ですね、この方にも会ったこと全然ないんですよいや会ったことがないっていうのがまたこれがね楽しみです。どんなお話が聞けるんでしょうか、ということで、はい、いよいよだんだん時間なくなってきました。私の方でじゃあ、まあ、宣伝というかもう一回紹介させていただきますと、新刊こちらですね、はい、12月14日発売予定の生産性アップ、短時間で成果が上がるミーティングと会議、アスカ出版さんからということです。でこれにちなんだわけではないんですが、実は私もねたまにするんですね、企業でやるんですが、自主開催セミナーとしてはこういうのがあります。自発的に人が動く効率的で効果的な会議で利益を上げるということでですね、12月の12、13、2日間ということで、ここ今放送している会場、東神田の弊社チアフル会議室で行います。ぜひ、ご参加くださいということですね。私もセミナー大好きです。やっぱ生の人と会ってお話しして、そうですよね、その方の声を聞いてお話しするんですけど ね、ぜひご参加いただけると嬉しいです。会場はこういうところですかね、実はここ貸し会議室なんですね、こんな会議室になっています。こんなところですね、こういうところで開催いたしますということです。で貸し会議室は、はい、まあいろいろと料金設定ありますが、実はこれね枠で募集してるわけではなくて、実際はまあ3時間以上とかそんな風に貸し出していますので、ぜひイベントもろもろ飲み会などやってみてくださいということです。ということで今日のゲストはこちら、はい、第87回ということで、統計心理分析のアイカラーカウンセラーね、こうなかなか知らなかったっていう方多いかと思うんですが、この統計分析って結構いいですね、しかも心理ですからね、はい、今日はエクセルのね、統計の分析の先生もコメントいろいろ書いてくださいましたけれども、統計は侮れません、うんね、だってこれが重要ですからね、すべて重要なのが統計学ですからね、でこれもカウンセラーというところでね、いろいろとまた相談もできるということで、セミナーも何人か集まればどこにもでも行きますので、あ、そうなんだ、はい、すごいな、またホームページからお声かけください、はい、生の人と会ってお話するの大好きですまあね、人と関わるのが好きだから今の仕事してるんですよね、はい、はい、ということで、あ、またここにいろいろと書いてくださってますね、メッセージは、はい、村井さんからあれ落ちた、何落ちた、繋がらなくなった、あで米谷さんから、次回はメッセージセラピスト直子さん、はい、村井さんから、俺のスマホの問題だったもよ、そうでしょういやいや酔ってるんですよきっとね、はい、お酒楽しいです。で米谷さんから、沖本瑠璃子先生の新刊本の発売日のお知らせが待ち遠しいです、はい、もうちょっとなんですけど ね今日 ね見れたらよかったですね、そう12月14日もうすぐじゃないですか、ということで、生田さんから、
いつかイベントセミナーでお会いしましょうって言ってるからね、ぜひ行ってあげてください。で、ありがたいことで米屋さんから、沖本瑠璃子先生の株式会社チアフル貸し会議室のリンクを貼ってくださってます。ありがとうございます。ということで米屋さんがパチパチパチ、あ、本当だ、もう9時ですねそろそろということで最後にポーズお願いします。ポーズ、はい。で、皆さんはまだこの後生でご覧になっている方、おまけ編がありますのでそのままご覧ください。ということでね、ルーリの部屋、著者の本棚でこう横に顔を出すんですね、はい、これ本を開いて顔を出るっていう感じですね。エンディングのセッティング、エンディング音楽どれだったっけなこれ、はい。ではまた次回もお楽しみに。では皆さんありがとうございました。ルーリの部屋、著者の本棚ということで音楽、あ、動かしてます。気にしてるの、好きな花を育てるのが悪いの、水のやり方、光の当て方、揃える必要があるの。好きな花を好きなように育てていく幸せを、捨ててまで隣気にして何を怯えてんの。僕は僕の好きな花を好きに育て咲かせたい。今からでも間に合わせよう、大好きな種をまこう。やめとけとか遅すぎるとか、誰かが笑うたのを、その誰かの鉢の中は似たような花が咲く。見えプライド、世間体は刻んで肥料にして、僕は僕の好きな花を咲かせるために行こう。ラララララリラ、ララララララリラ、ララララララ、タラッタッタッタリラ、ルルタラタルル、イエー。夜咲いても朝顔、遅れたって朝顔、やっと見つけた笑顔。